や、無人島生活の BGM。 あなたが警戒国人の日本人コショラさんのハートにやさかにのまがたまということで、本日、ツイッターで募りました。面白いクソゲー教えてくださいってツイートしたんだよね。すごい矛盾してるんだけど面白いクソゲーっていうね、でも教えてくださいって言った結果ね、クレイジー英語クイズっていうのが、すごい、まあ、コメントとしていただいてて、まあ、他にもいろいろね人気のやついただいてたんですけど、ちょっと気になったやつからやっていこうかなと思いまして、本日こちらやっていきます。チュートリアルだね。チュートリアルがちゃんとあるんだね。これは何ですか？これはペンです。 This is a pen だね。英文を英語で表します。 This is a pen。 これどうしたらいいんだろうね。あー出るんだね、選択肢出るんだね。なるほど、これはペンですの英文として正しいものを選びましょう。 This is a pen。 なるほど。あ、でもね、どういうことだ、英語としてのレベルは結構低いし、クソ感もないけどね。チュートリアル完了で一問で、あ、もうこれでもう全部いけるよ、あなたはもうこの先進めるよっていう、あ、なんかまあありがとう。チュートリアル完了。第1問、これはたかしですか？いや、なんか怪しいな。まあ、まあ、でもそれ、これはたかしですか以外なんか普通だけどね。最初のだけすごい怪しい。はい、第1問。これはたかしですか？いいえ、それはゴキブリです。なんでだよ。なんで間違ったんだよ、一瞬。ゴキブリだとしたらなんで一瞬たかしだと思ったの？まあいいわ、これ、いいえ、ゴキブリです。これかな。第2問。これはペンですか？見て、わかりませんか？まあ、そうだけどね。まあ、そうだけどね。まあ、正しいよ。なんか、実際にこれはペンですかとか、これはペンですみたいな英文なんて使わないからね。だから英語の教科書にしか載ってませんから、これは。見てわかりませんかはすごい正しいと思います。これ正しい。見てわかりません。これはペンですかの、あ、そっちなんだ。Is this a pen だね。なるほど、なるほど。クソだな。第3問。とても美味しいコーラですね。それは醤油です。言ってあげろ！注意してあげろ。なんか、まあいいわ。もうなんか、コーラとして美味しいコーラだと思ってるんだったらもういいわ。ほっといてあげろ。醤油ですって言うな、逆に。そのままにしとけ。ソイソース。めちゃくちゃ下手くそじゃん。今度の同窓会楽しみですね。同窓会あるんですか？誘われてないじゃん、この人。誘われてなさそうな人とかには気使えって、なんかあんまり禁句だよ、結構。同窓会の後の二次会どうするとか、同窓会あるよねみたいな。結構ね、誘われてない人もいますから。楽しみの英語、Looking forward to。これ第5問、あなたの名前は何ですか？なぜ言わなければいけないのですか？なんでそんなプライド高えんだよ。あなたの名前は何ですか？ What's your name? What is your name? さあ、これだね。食い気味なんだよな、さっきから。広告が。これずっと思ってたんだけど、この正解の後のもう一度押すやついんの？何が面白いの？もう一度押して。第9問。え？正月でもないのに、肛門の写真撮ったの？いや、正月でも肛門の写真は撮らんのよ。なんなんだよ、それ。正月だったら肛門は撮るけど、なんか正月でもないのに撮ったんだ、珍しいね、みたいな。肛門の写真撮るのがまず珍しいのよ。撮らんから。写真を撮るの英訳は、写真を撮る、なんか漢字間違ってんじゃん、じゃあ。ここと、この文章の時と、写真を撮るの英訳はじゃないのよ。まあいいわ。テイクアウトだね。消しゴム落ちたよ。もういらないからあげる。一口ちょうだい、もういらないから全部あげるよ、みたいなノリ。もうなんかこいつ相当嫌われてんだろうな。もうこいつに拾われたならもうあげるわ、みたいな。もう返すな、みたいな感じなので。相当嫌われて、消しゴム落ちたよな、英訳は。落ちる。You are the eraser field。あそこにいる全裸の男は私の父です。いや、わざわざ言わない方がいい、絶対に。わざわざ言うな。なんかあんまり言わない方がいい。それなんか、知り合いじゃないふりしとけよ、そこは。ネイキッドマン。第13問。お待たせ、早速行こうか。その前に下を履いてください。まあ、下は履いてください、絶対。警察いるしね、後ろに。奥の方警察いるしね、ちゃんと。そこ作り込むな。
その前にの英訳は、いやそこなんだね。まあいいわ。Before that。 14問、第14問。あー眠い。何もしないから休んでいきませんか。いや何もしないからは絶対にするからね。何もしないから、でも最近もう何もしないからなんて言わないからな。何もしないからと先っちょだけはもう言わないですから。あー眠い、休んでいきませんか。まあまあまあ、ラブホテルじゃん。私は何もしませんの英訳は、I won't do anything。 トイレに行きたかったのですが、もう必要ありません。漏らしてるね、漏らしてるね。なんか悪意のあるあれがあるわ。ピロピロがついてます。このことはみんなには秘密にしてくれる？もちろんその代わり分かってるよね。なんだよこいつ。なんなんだよこの、なんかちょっと下路線になってきてんのよ。ちょっとこのことは、花瓶割ったことみんなに秘密にしててねみたいな。あ、まあ秘密にしとくけどその代わりまあなんかね分かってるよねみたいな。もうズボン下ろしてるもんね。もちろんの意味は、まあオフコース。おやつは300円までだぞ。先生、タバコはおやつに入りますか？いや、学生だしね。学生だし、しかも、あんまり詳しくなんか言うと疑われそうだけど、タバコ500円だからね。入らないし、入らないしね。おやつにも入らないし、300円にも入らない。タバコの英訳は、タバスコ。なんか選択肢までふざけんなよ、もうついに。シガレットだよ。第19問。母さん、ドアを開けるときはノックしてって言ったでしょ。これ実用的じゃん。これは絶対使えるもんね。これ絶対アメリカの子供言ってるしね。言ったでしょうの意味は ?I told you。第20問。これラストかな。私は気が弱いので、チェンジを言うことができなかった。デリヘル呼んだんだろうな。デリヘル呼んでバリブス来たんだろうな。そしたら、でも、まあ、チェンジね。まあ、デリヘル、いくらお金払ってるって言っても、まあ、相手も女性だから、まあ、なんか、女性を傷つけるような言葉言えないんだろうね、この人は。まあ、いい人だ。優しい人なんだろうけど。でも、まあ、何もしないんだろうな。なんか、相談とかして、なんか、相談相手になってもらって帰らせるんだろうね。まあ、あんま知らないけどね。あんま詳しいことは俺はもう知らないんだけど、まあ、そういう、まあ、何かやらないといけないわけではないので、デリヘルっていうのは。多分相談だけで帰らせるっていう作戦を取るんでしょう、この人は。私が気が弱いの英訳は。I am small。 いや、もうふざけてんじゃん。あ、これだ。あー、まだあったよ。もう飽きてはないよ。飽きてきてないからね、全然。第21問。HB の鉛筆より 2B の鉛筆の方が美味しかった。なんなんよ、こいつ。マジなんなんだよ。なんなんだよ、この問題。もう。なんなんだベタさ。第22問、日差しが強いからちゃんとパンツかぶっていきなさい。分かってるよ母さん。いや、どっちも狂ってる。どっちかは正常であれよ。日差しが強いからちゃんとパンツかぶっていきなさいもうおかしいし、分かってるよお母さん。何が分かってんだよこいつ。何も分かってないよ。常識なのこれは、パンツかぶるの。分かってるよ母さんの英訳は。あなたの専用。ああ、全問制覇だ。おめでとう。おい。